ラストは筑波で2秒台に突入しているアミューズの S2000。 ラジアルで走らすのは多分映像で見てもらうのは初めてですかね。ちょっと自分的にはまだ気に入ってない部分がちょっと残ってるんですけども、まあできる範囲で、はい、まあ、やってきました。そう、田辺さんは今回のストリートラジアル限定というレギュレーションに合わせ夜な夜な峠に通い足回りをリセッティング。その成果を見せてもらいましょう。すげえ。この車高の低さでブレーキングポイントにあるギャップも気にならないみたい。すげえいいよこれ。タイムはなんと14秒095をマーク。とてもストリートラジアルとは思えないコーナリングスピードを見せる。すげえいいこれ。めちゃくちゃいいよこれ。日本で行けちゃうじゃんここ。マジかよ。おい、おお、谷口も半端じゃなく踏んでいる。素晴らしい。素晴らしい。この車こりゃ速いよ。あまりの気持ちよさにインプレどころではないみたい。3人とも文句なしです。